はい、どうも、今回またヘビーレイン心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、E さんにとって最後の試練をさあやろうかっていうところではあったんだけど、ちょうど警察がなんかこう嗅ぎつけてきてさ、ホテルに来て、モーテルカーに来て、まあいろいろあったんだけど、まあなんとか逃げ切って、じゃあ今から最後の試練を向かおうかっていうところと、あとはまあ探偵、いろいろあったんだよ。探偵が、大金持ちのとこ行ったりとか、ね、探偵の連れの女が死んだりとか、あとはまあいつもの女、イーサンに優しくするあの女、ごめん、名前が毎回忘れるんだけど、あの女が、病院に行ってても、もういいわ、見てくれ。はっ。いや、すごいとこ来たな。めちゃくちゃ最後の試練っぽい最じ後ゃのん。折り紙、最後の試練。嘘。めちゃくちゃ最後の試練っぽいじゃん。で、歩くの遅え。大丈夫か、これ。こんな最後の試練っぽい場所ある？なかなかないぞ。長い一本道で無駄に赤だの白だの、ねえ、なんて言うんだろう。もう原色？原色っていうのかな？わかんねえけど。一色だけの部屋。これも完全に最後の試練じゃ最後の折り紙、最ん。後の何あれ？試練。何これ？あ！鏡映ってる。最後の試練、はい。最後の質問。息子を救うために命を捧げることができますか？瓶には致死量の毒が入っています。6え時間後にあなたは命を落とします。薬を飲めば住所の最後の文字が手に入ります。息子を助けて別れの挨拶をするには十分な時間が与えられるでしょう。ー、ええー、毒を飲むか飲まずに帰るか選ぶのはあなたです。カメラ、カメラ監視されてるのか。方法、他に方法があるはずだ。死んだらショーンは救えない。一休さんするか、一休さん。ショーンを救って自分は死ぬ。クソ。ショーンは父親を失うけど、少なくとも命は助かる。それが正しい方法なのかもしれない。嘘。嘘かもしれない。飲んだ瞬間に死んで、ショーンを救える人がいなくなるかもしれない。確かにね。飲めば1時間で死ぬ。飲まなければ最後の手でも紙が手さ、に入らない。最後の一文字がどうのこうのって、それぐらいやったらもうわかるく俺はね？息子のために死ねるのか。これどうしよう。命を捨てて息子を救う。バカバカしい。他の方法を考えよう。救えるはずだ。失うものはない。ここまで来てやめられるか。いやー、も選択の余地はない。やらなきゃダメだ。ショーンを助けたいなら。う。いや、でもさ、どうしようか。今まではさ、言ってもまあ、生は守られたからな。1時間の命、ギリギリショーンを助けられるだけの時間。イーサン死んじゃうの？ちょっと待ってよ。マジか。死んだら意味ないけどな、普通に。てか別に、もう住所わかるくない？もう、そんなさ、何番地、何号何番地がわからないぐらいじゃないの？足りないっつっても。それぐらい頑張ればなんとかなんじゃないの？じゃ、危な。何これ？右をちゃんと見よう。結構な量あんな。毒じゃなくても結構な量あるぞ。これ帰れんのかな、じゃあ。いや、でも、まあ、でもここまでやってきたし、でもな、あいつ殺さなかったんだよな。あのおっさん。あのおっさん殺さなかったから、一応まず試練はね、全部やってないんだよ、形としては。いや、これ迷うな。だってどっちにしろだってさ、
毒飲んで1時間。毒飲まなくて1時間。まあ、せいぜいまあ、話聞く限りショーンが生きてんのはあと1時間ぐらいというところなんでしょう。ってことを考えればさ、別に1時間しかないんだったらさ、毒飲んでも飲まなくてもいけんじゃないっていう。だいぶヒントは違うけど。いやーでもな、他の3人場所知ってる人いないからな。ちょっと待って、これ行くか。絶対ハッピーエンドなんないじゃん、こんなの。絶対ハッピーエンドなんないじゃん。マジで葛藤してんだけど、俺自身。なんか何の情報も、情報なくはないけどな。最後の一文字とかで言ってなかった？このビデオ。一文字ぐらいだったらなんとかなるよ。あ、でもさっきの前のシーン受け、あれ、クリアしてないから。でもクリアしなくても物語は進むんだよな。イーさん、どうしようか。飲みたい。飲みたい、イーさん。どっち？ああ、とどまりになるんだ、選ばなかったら。いや、でも死んだら意味ないからな、結局。いや、死ぬんだったらやめよう。死ぬんだったらやめよう。見つけるからな、ショーン。なんとかして助けに行くからな。じゃあ一応全部の指令やんなくてもいけたのかな。まあ、でもだいぶヒントはあるからね、言っても。6割7割住所埋めてたらさ、もう大体特定できるくない？まあアメリカは広しといえどね。ナンバープレートバレてんじゃないの？でも。あ、さすがに車乗り換えてるか。無駄だった。時間もない。この鬱陶しい手紙のクソ忌々しい住所。クソ、何か方法があるはずだ。指切らなきゃよかったな、なんか。手紙に当てはまる住所は複数ある。あ、やってんだ、ちゃんクとソ、ね。街のあちこちに散らばってる。すべて確認する時間はないぞ。殺せばよかったな。 こんなこと言ったらあれだけど、殺せばよかったな。もう一文字か二文字あったわけでしょ、だって。あ、選べる。嘘だろう。めっちゃあんじゃん。パーク、ロード、ロード、パーク。うわぁ、そういうことか。俺がやってんが、大、フランクリンか、ザ・ドラ、大事でしょ、これ。ちょっと待って、一旦さ、情報ないもんな、これ。なんか言ってる？何も言ってんわ。いや、もうかけるしかない、これは。あ、で、なんとかパーク行ってなかったっけ？パークじゃない、これ。パーク1個しかないぞ。一箇所に行く時間しかないな。ショーンがそこにいなければおしまいだ。博打だな。行くしかねえよ。あ、タクシーって何番違うんだ。いや、パークって言ってた気がするよ、あのおばあちゃんは。それの情報しかないわ。何パークだとか忘れちゃったわ。じゃ、これさ、全部の試練やんなかったらさ、あれなのかな。めちゃくちゃ難易度上がってんのかな。ただのレストランだ。
ここじゃなかった。台無しだ全て。クソ、ごめんよショーン、本当にごめんよ。え、でまだ物語終わんないんだよな。頼むぞ FBI、 お前だけなんだよ、イーさんに対して寄り添ってくれてたのは。独自捜査で見つけないかな。あと数時間のうちにショーンを見つけないといけないんだぞ。つか FBI もやってんのか。どこかにヒントがあるはずだ。目の前をよく見ろ。パークではなかったぞ。人の命がかかってるってのにこんなことやってる場合か。でも、致死量の毒は飲めないよ、さすがに。荷造りは済んだ。何のことだ。捜査は終わった。星も割れてる。お前はもう用なしなんだよ、ノーマン。ファイルを持ってワシントンに帰りな。お前がいなくなって生成するぜ。捜査は終わっていない。マーズには何も証拠がない。マーズは有罪だ。事件は解決した。捜査から降ろされたお前にはもう関係ない。荷物をまとめてさっさと消えろ。まあ有罪ではあるよな。タクシー奪っちゃったから。ブレイク、お前は脳みそが腐れ切った最低のイカレ野郎だ。そりゃお世辞か。お前がどう思うと関係ない。俺は星を突き止めた。事件は解決、みんなハッピーってわけだ。最低で結構。じゃあな。でも手柄重視なんだなこいつらは。犯人の名前がこのデータの中にあるはずだ。手遅れになる前に見つけないと。かっけえ。いやあ、そうそう、もう一つ。え？例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。言ってたね。危険ですよ。とても危険です。気をつけないと命を奪いかねません。嘆かわしいことです。おい、一回吸っちゃったんだよな、無駄に。吸わない選択肢できたけど、手がかり。とりあえず E さんは救えなかったな。まあやったけどな。もう一回じゃあこれ一通りあんのかな。ま、前と同じじゃない。でもこれデータどう？揉み合ってる間 ARI は録画中だった、うん、何か映ってるかもしれない。揉み合ってる間どこだ。揉み合ってるどこだっけこれ。前回何と戦ったっけこれ。あーあああ、そっかそっか、変わってるじゃん。データこれ俺が見てもしゃあないか。ポーズ。ああそういうこと。どっかないかな、顔。エンドレコード。え、これ、なんか書いてんのかな。ちょっと待って、なんか見つけようか。頑張って。でも、日本刀持ってたよな、今。いや、ここはダメだな。ここら辺とか。いや、ここ、お前、手邪魔だよ。どう、これどう？日本刀、あ！刀はすでにパコの部屋にあった。はい。犯人とは関係ないな。
なんかじゃあ持ってるやつあんのかな。いや俺の顔しか映ってないよな。あ、これやると全部刀に持ってかれるんだ。刀持ってる間は刀に持ってかれると。邪魔だな、刀邪魔だな、おい。刀。ちょ、刀邪魔なんだけど。え、なんかあんのかな。犯人がブルーラグーンに残した銃、履歴を追うことができるかもしれないな。映像じゃ分かんなかっただろ、今、でも。5年前刑事事件で押収、この銃はまだ警察に保管されてるはずだ。警察じゃないとしたら誰が持ち出した。確かに分析、あ、分析したのかさっき、ごめんなさい。でも手がかりあるかな。まああるわけないよな、チリチリ分析なんかあるわけないよな。相性じゃ変わってはいるか。折り紙もまた増えたからね、多分。増えてないか。なんかハテナあるよ。なんかハテナマークある。これ事件現場か、一箇所は。違う。分析。これ散々やったからな、もう。こいつが言わない、何も喋らないってことは多分何もないんだろう。犯人は警察か。カーターブレイク。それなら捜査の行き詰まりも、イーサン・マーズに罪を着せようとした理由も説明が。いや、それは無理やりがあるよ。俺も思ったけどさ。捜査続けた方がいいよ。じゃあこれ映像でなんか見つけられるか見つけられないかじゃないの、これ。絶対そうでしょ。試されてるよ、これ絶対。映像で何か見つけられるかどうかじゃない、これ。ちょっとやめてよ。なんか適当やってみようか。あ、時計。金の腕時計、どこかで見た気がする。え、お、え、マジでカーター説あんの。警部補の昇進でもらう腕時計、犯人は警官か。確かにピスルともつながるな。なんか細かくやってみようか。あの、これ時計にいっちゃうな。うん、なんもない。急にさ、その飛ぶのやめてくんない？急に飛ぶじゃん。いや、これでももうあと刀持つだけだもんな。あと全部刀に吸われるからさ、データ。でもこれも刀いっちゃうから。今なんか出てこなかった、今。人間かなんか。気のせいか？ちょ、見ていいか。何回見るんだって感じだけどさ、ごめんね。なんかいい感じに、あれ、ここじゃないんだよな。あ、なんか違うな。時差やめろよ。めっちゃ時差ある、これ止まるまで。これなんか出てきてない、これ。いや、刀だな。これでさ、追加でなんかもう一回調べたら違うんじゃないの。じゃ、チリじゃなくて。車とかもさ、ほら、繋がってくんじゃないの、これで。そういえばあの人が持ってたな、みたいな。そういう展開ない、これ。そういう展開あるんじゃないの。警官が犯人。で、これあれか、警官側になってるぞ。
か、なんか、なんか目から血が流れてない？今気づいたけど、見すぎた？めちゃくちゃこれゆっくり見ちゃってるからごめんね。もう手がかりないな。うちだ、これ警官が犯人ってことで、あれかな、決まったのかな。よいしょ、目から血出てるよ。大丈夫？ここ無駄に時間使っちゃってるかな。ごめんね。そこ、これこっちもあんのか。開ける。目から血が出るってことある？開ける、開ける。じゃ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 ちゃうよ。ティンティンティンって。やばい、両目から血出てる、やばい。これ時間がやばいか。ちょっと待って、両目から血出てるよ。時間かけすぎた。これ最後見ていい、これ最後見ていい。これ変わんなかったらもう終わるわ。ごめんごめんごめん。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道、犠牲者は全員秋に行方。喋るんかい。いいよいいよ、もういいいい。多分同じこと言ってるもん、これ。だってつづける諦めるって嫌だよ。こんなとこで死ぬの嫌だよ、お前。おい、被害者の会見たね。犯人は白人、30歳から45歳、知的で冷静で意志が固く計画的である。車を所持、おそらく時間の自由な職業だろうな。聞いた聞いた、もう聞いたよこれ。なんか諦めるっていう表現やめてほしいよな。ちょ、もう一回ランだけ見ていい？ちょ、ランさ、ランをさ、地図に起こそう一体。実は起こしてなかったからさ。いや、でも、もう変わんないじゃん、こんなの。もう犯人は経過までいたからもういいかな、もう。これ良くないもん、これ。じゃあもう諦めて良くない？諦めるって言い方好きじゃないけどね、これはね。もう血止まってる。無理だ、続けられない、続けられない。血止まってんじゃん。え、犯人が警官までいたじゃん。え、犯人が警官まで行ったじゃん。あ、過去の記憶だ。助けを呼んでくるから待ってて。分かった、急いで。だどんどん増えてる。分かった。これ救えないパターンか、息子。俺セーブデータ分けてないぞ。ママ。ママの会社は遠すぎるよ。パパ、パパだ。パパを連れてこよう。ジョンを救えるのはパパだけだ。急げ急げ。建築現場ここには誰もいない。助けてくれる人がいないよ。間に合わないよ。まあ子供じゃ無理か。誰か探さなきゃ。水かさが増してる。ジョンもそんなに待てないよ。ちょっと急げ。急いで誰か呼ばなきゃ。ジョンが溺れ、あ、いるいるいる。溺れちゃうよ。パパだっけこれ。待っててね。誰か探してくる。チビが俺に来てよ。パパお願い、ジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。食いぶちが減って助かるじゃねえか。はだろ、あっちに。お願いパパ早く来てよ。ジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。食えなかったのか、うせえ。
本当お酒好きなんだな。好きとかいう次元じゃねえけど。お願いパパ、お願い、ジョンを助けてあげて。パパ、お願いしたんだ、一生懸命お願いしたんだ、でも来てくれない。お願いだから死なないで、ジョン、お願い。でも体温が、僕のこと忘れないで。物語の真実にたどり着けなそうな気がして嫌だ。絶対ハッピーになんないじゃん、もうこんなの。 FBI も諦めて、イーサも特定できなかったらもう。いや、犯人は警官なんで、もう一回人押ししないといけなかったかな。絶対バッドエンドじゃん。絶対バッドエンドじゃん、こんなの。ちょっと待ってよ、セーブデータ分けてないけど、すかチャプターで選べるか。絶対バッドエンドじゃん、こんなの。いやー、でもこれ、いや、無理だろう。じゃあ FBI もさ、イーサンもダメだったのか。いや、イーサンあの、人殺すとこ、おじさん殺すとこ、ちょっと あそこまで戻りてえな。毒を飲むってのはちょっとあれだからさ、まあ、こんなことちょっとあれだけどさ、自分を犠牲にしろって話なんだけど。めっちゃプルプル売れてるよ。待つこともできんじゃないこれ、もしかして。それ、早く言ってほしかったな。それ、早く言ってほしかったな。プルプルしてるってことはそういうことでしょう。うわ。進まないもんな。嘘だろ。え、嘘だろ。まさか。お前が。
え、まさかまさかでしょう。マジ？え、マジ？まあ、確かに言われてみれば、ガタイは確かに合うけど、マジ？あ、事務所だ。ごめん、ちょっと、時間いい感じだし、ここで、なんか幸いも切ってくれたから、ごめん、ここで一旦切るわ。マジ？マジ言ってる？そっち側の操作させたの、させてたの、まさか。それは予測できなかったな。マジか。まあいいや、とりあえず今回終わるわ。最終回かなんかいろいろ語るわ。はい。じゃあ、あとした。